ポケモン色違い絵日記、11月5日土曜日。今日はミニ竜のコミュニティデーでした。あんまりちゃんとやるつもりはなかったけど、家族と散歩しながらやったら11体も捕まえました。11月6日日曜日。今日はポケモン GO のバトルの報酬でミルタンクが出る日なのでやってみました。エラーがいっぱいだったけど治った後、タイムチャレンジの報酬で光りました。持ってなくてウルトラムーンで粘ろうかなと思っていたので良かったです。11月7日月曜日。なんとなくポケモン GO をやったらオタチが光りました。持ってるけどポケモン GO で捕まえるのは初めてでとてもラッキーでした。11月12日土曜日。とても楽しみにしていたヒメグマのコミュニティデーが開催されました。合計7体光ってリングマとガチグマにもできてよかったです。あとここ数日やっていたウルトラムーンで光るお守りを手に入れたので早速仲間呼び連鎖をしたら128体目でヤングースが光りました。11月13日日曜日。仲間呼び連鎖で持ってない色違いを狙いました。まず今までよくポケモン GO で狙っていたレディバを手に入れてレディアンに進化させました。次にムチュールを光らせてルージュラに進化させました。11月14日月曜日。今日もウルトラムーンで仲間呼び連鎖をしました。昼までにピーとププリンが結構早く光って良かったです。あとデデンネをやろうとしたら大変だったから砂バーを活用することにしました。せっかくだから色粘りしたら24体目で光って良かったです。気づいたら1ヶ月で100時間やってた。11月15日火曜日。今日こそはと思ってデデンネに挑戦しました。苦戦したけどなんとか工夫して A 連打につなげて304体目で光りました。デデンネを生かしてゾロアもやりました。こっちも早く光って良かったです。11月17日木曜日。昨日はゾロアーク用にもう1体ゾロアを粘ったけど全然出なくて、今日ようやく1000目前で出ました。今までのラッキーを取り消された気分です。その後メスのヤトウモリを狙ったけどオスが2体光りました。11月18日金曜日。今日はポケモンスカーレットバイオレットの発売日です。でもポケセンオンラインなので届くまでヤトウモリをやりました。そしたらまたオスが光ってショックのあまりショート動画を作りました。ポケットモンスターサンムーンを象徴するポケモンといえばそうソルロック、ルナトーン。ソードシールドを象徴するのはギルガルド。ではスカーレットバイオレットはというとそうエンニュートですね。ということで SV 発売日前日エンニュートの色違いを狙っていきたいと思います。オスかよー、来たオスだよ、オスかーい。残り30分切りました。日付変わっちゃいました。まだ出ず。日付変わって10時。来たぜ、オスか。11月20日日曜日。スカーレットのストーリーを進めてたら赤いスカンプーがいる気がしたので近づいたら本当に色違いでした。初色違いが早く出てよかったです。本当は新しいポケモンの色違いが良かった。11月23日水曜日。スカーレットのストーリーが一旦終わったので今日こそはと思ってエンニュートを粘りました。前回のヤトウモリから938体目、
合計で1649体目でついに出て嬉しかったです。11月30日水曜日、スカーレットでいくつかスパイスが手に入ったので、ピクニックでサンドイッチを作ってひらひなの大量発生に挑んだら、1時間も経たないで光りました。その後にサンドイッチなしでオンバットも光ってすごく嬉しかったです。